こんにちは、Fスターの丸山です。今回ですね、いや何年待ったんだってぐらい、待ちに待った、新作マッドマックスの新作ですね。マッドマックスフューリオーサですね。こちらのネタバレなしレビューやっていこうと思います。 YouTube をこう続けていく中でね、マッドマックスのレビューをこうちゃんとやれる日がね来るとはね全く思わなかったんで、いや本当に嬉しいですね。はい、という感じで、まあ本当今さっき見てきたところなんで、率直な、ところを話せればいいかなと思います。それじゃあやっていきましょう。前作、2015年にありましたマッドマックス異界のデスロードから9年ぶりの新作でありますと。でそれでさらに、監督もね引き続きジョージ・ミラーがやってまして、まあ一応今作は、前作の異界のデスロードの、まあ、ほぼ主人公みたいな、ところを担ってましたフューリオーサのね、前日譚となっている作品でありますね。フューリオーサがどういう人生を歩んできて、マッドマックス異界のデスロードにつながるのかっていう、話になってますと。マッドマックスシリーズの主人公であるマックスっていうのは、基本的には出てこないという作品になってます。しっかりとマッドマックスの創造主、神、創造神ジョージ・ミラーがですね、しっかり監督してますんで、そういったところは安心して見れるかなというような作品でございます。でね、もう異界のデスロードはね、ポスターをフレームに入れておくぐらい好きな作品というか、まあなんでしょう、まあ一番人生で、僕が人生で一番見た映画は、異界のデスロードなんですけど、はい、で僕の人生もちょっと狂わしてる感じの映画だと思うんですけど、はい、まあそのぐらいにはマッドマックス好きでして、はい、なんでもうほんと緊張しながら見に行きましたね。結構初回は、ね、IMAX で見てまいりましたという感じです。はい、最初にもう思ったこと、見て思ったことを言うとですね、怒りのデスロードではないです。はい、怒りのデスロードを期待していくと結構ね肩すかしをね食らうかもしれない、なんだけど、もうどっからどう切ってもマッドマックスだなっていうところですね。これはね至るところで感じたところですね。異界のデスロードのあの世界観の中で、マッドマックス 1,2 みたいなことをやったっていう認識ですね、僕の中では。異界のデスロードより、結構複雑というかね、はい、まあ本当に異界のデスロードがかなりシンプルな映画だったんで、そう考えるとね今作はかなり複雑な作品だったかなと思いますね。ルック、その映像的なところは、異界のデスロードの、ルックをそのまま引き継い、割とそのまま引き継いでる、ところがあったり、まあ、世界観は異界のデスロードではあったっていう感じでしたね。あとはやっぱね車の音ですよね。やっぱそのカーアクション映画であるんで、車の音っていうのはめちゃくちゃこだわってるなと思いましたね。あの本当に音響がいいとこで見た方がいいと思いますね。エンジン音ですね、車とかバイクのエンジン音、これがねすごい迫力あるんで、音響アトモスだったり、まあ、IMAX でもいいと思いますね。はい、そういったところで見ることをおすすめします。僕的に嬉しかったのはその異界のデスロードの、世界観ですね。そこをもっと広げてくれたんですよね。それがねたまんなくてね、はい、ジョージ・ミラーってこう世界観作るのめちゃくちゃうまいですよね。まあマッドマックスもそうだし、前作のアラビアンナイトとかも、その世界観、あれもかなり独特な世界観だったなと思うし、あとハッピーフィートとかベイブとかね、かなり独特なねジョージ・ミラーの想像がもうなんかすごいんですけど、はい、だからねマッドマックスの世界をより拡張してくれたってところ、それはねめちゃくちゃワクワクしましたね。超面白かった。まあ前作がね2時間もうほぼ走りっぱなしみたいなね話だったと思うんですけど、走りっぱなしでそのアクションをずっと続けながら話を進行していくみたいなね、ところが前作あったんですけど、今作は結構ね話をねかなり緻密に構築していくんですよね今作は。はい、でかなりだから結構じわじわ、面白くなっていくタイプの映画だったなというところ、その瞬間到達点が、前作と結構違うのかなという感じだった印象ですね。あとね怒り具合っていうところですね、マッドマックスの、まあ、マッドってつくぐらいだからすごい狂気的な、世界観なんですけど、今作一番狂ってたんじゃないかなっていう気はしますね。結構えぐいし、描写も今回ねメインのキャストで出てる、クリス・ヘイマーズですね、この人がディメンタスっていう役をやってるんですけど、この人がね、結構面白いキャラクターでして、
この人のチームがあるんですけど、もう本当むちゃくちゃで結構秩序ないんですよね。これはシリーズ史上一番凶悪な軍団だったんじゃないかなと思います。はい、マジで無秩序、すごいっすこいつら。クリツヘイマーズのね、まあ体もね、その層の時よりはね、ちょっと脂肪が増えてた気がするんですけど、その感じがね、すごくそのならず者感が出ててよかったなと思うしね。フィリオサですね、フィリオサのアニャ・テイラー・ジョイですね。この人は本当にすごいなと。はい、いやーもうこの人出てる映画どれも面白いですよね。ラストナイト・イン・ソーホーとかザ・メニューとかね、あとはなんだっけ、ウィッチとかあったか。はい、なんかね結構面白い、本当面白い映画に大体出てるなっていう印象ですね。あとクイーンズ・ギャンビットとかあったか。アニャ・テイラー・ジョイって目がねめちゃくちゃ大きくて、でそのもう目力すごいあるからね、もう絵的な説得力みたいなところはねもうめちゃくちゃ、あるという感じで、めちゃくちゃハマってたなと思うしね。あと坊主が単純に似合うというところもあったし、だ今作でよりねこのマッドマックスらしさってところ、原点回帰的なところがあるかなと思ったりしてますね。その結構2、マッドマックス2の時の神話みたいなね、もう偶話みたいな、話の構成というかね、この作り方になってて、これこそマッドマックスじゃんみたいなところをね見終わった後にね結構思ったりしましたね。秩序がねもうなくなった世界の、暴力が支配している世界で、どうやって生きていくのかっていうね、どう人間性を持って生きていくのかってところを問うっていうのがマッドマックスだったと思うので、そういう意味ではやっぱねめちゃくちゃマッドマックスじゃんっていうのをね、今一度感じたなと思いますし、まあ、前作より偶話的なところがねかなり増した作品だったと思うので、そういうところでねやっぱりジョージ・ミラーらしいなというところを、かなり感じたなというところでございました。はい、という感じでね、ネタバレなしはこんなところで、終わろうかなと思います。で次回はねネタバレあり編で、やっていこうと思いますので、よければねみんな映画見に行って、その後またねレビュー動画見てくれたらありがたいなと思っております。よければ高評価チャンネル登録お願いいたします。で概要欄にねいろいろ貼ってありますんで、そっちもチェックよろしくお願いします。それじゃあまた。